こんにちは、デコ代表のクレでございます。今日はですね、ウルフのくせ毛風のセクシーなカットとパーマにしていきたいと思いますので、トップにこうボリュームを持たせて毛流れを作るようなカットパーマする場合は、もうカットがね最も重要かなと僕は思ってますので、ひねることによってですね、この内側から外側にこう流れるという毛流れができるので、まあ、カットでね最初にこういう毛流れをしっかり作っていきます。絶品を直す場合はトップにスクエアのレイヤー入れてあげて落としてあげると、自然なこうボリュームがしっかり出るようになりますね。で、毛先は残しながら根元の方にこっちにこうずらしながらこうスライドしていきます。そうするとこういう毛束が取れるので、束が作りやすくなるんですね。で、この時にハサミを入れている時は僕ちょっと開閉してるんですよね。